はい、こんにちは、塩さんでございます。今日ご紹介させていただくのは、東京の渋谷のマークシティのこの坂を登って、あともうちょっとで頂上というところを左に曲がると、ちょうど行列ができるお店が見えるんですね。でそこがラーメン林という名前でして、渋谷で一番行列ができるラーメン屋さんとしてコロナ前とかもすごくにぎわっていたお店でした。でこの、ラーメン林さんはもうオープンから閉店近くまでいつも行列ができているということがあったので、なかなかですねこう入ることができない、もう訪れるためにやっぱりこう時間が足りなくてですね、並んで入ることができないというぐらいに人気ぶりというものが伝わってきてました。でそのラーメン林さん、やっと並んで入ることができるということで並んだ時にですね、最初衝撃を受けたのがこのメニューです。はい、なんとですね、ラーメン林さんメニューは3種類です。しかもベースは同じ、ベースはつまり1種類なんですね。そのベースに味玉が入ったかチャーシューが入ったか、このそれぞれの違いだけしかないというぐらいにとてもシンプルなこの作りになってました。この日はですね、チャーシュー麺の焼き豚ラーメンをいただきました。でこの焼き豚ラーメン、いただくとですね、こんな感じで出てきます。で、これもう一見するとすごい濃厚な味わいに感じますよね。でところがですね、これがまたすごいのがですね、こうもう飲むとですね、一瞬この濃厚なコクのある味わいが伝わってくるスープが、実は飲み終わって少し経つとめちゃくちゃ口の中あっさりしてるんですよね。でさらにこのスープと絶妙に合う麺がしっかりありまして、でその麺との相性抜群なので、もう食べ始めると無言になってもうがむしゃらに食べちゃうというぐらいに、こうその美味しさというところがストレートに伝わってきたというのがすごい特徴だなというのを感じました。でさらにですね、このチャーシュー、この焼き豚ラーメンの焼き豚、これがまた美味しいんですよね。この焼き豚ラーメンという名前でやってる通りですね、この焼き豚にもこだわりをしっかりと持ってまして、この、柔らかさそしてうまみ含めてですね、このスープとも絶妙に絡み合うような形で仕上がっているというところがありました。そしてさらにこの、煮卵ですね、この味玉もまたすごく美味しくてですね、非常にこのスープにマッチしているというような形であって、でそしてそれをさらにこの食感というところで補っているのがこのメンマということで、この一つ一つのこのトッピングのこのバランスと、あとスープと麺のバランスが非常にこうもう絶妙感満載で交わり合って作られているというのがこの林さんのラーメンだなというところを感じました。でこのラーメン林さん、なんでやっぱりここまで人が並ぶのかなというところをやっぱり考えてみると、もうすごく分かりやすいというのがすごく一つの答えかなというところを感じるぐらいに、このシンプルである一種類だけのこの味わい、そしてそのシンプルである味わいそのものがやっぱりこの美味しさというところでも非常にシンプルに伝わってくると、もう美味しいというのがシンプルに言える、そのことがこう感じられる、この分かりやすさというところが実はお客様のやっぱりこう一度利用したらまた行きたい、その繰り返しというところをつないでいく大きな力になっているのかなというところを感じました。それくらいに、一度訪れると忘れられない、とてもこう分かりやすいラーメンというところを感じたラーメン林さん、常に、まあ、行列ができている可能性もありますが、この回転そのものはそれほど遅くはなく、どちらかといえば早い方であるので、行列ができていてもまずは並んでみるというところで並んで食べてみる、この価値というところはとてもあるラーメンですので、ぜひ試してみていただきたいなというところを感じて、
今回ご紹介をさせていただきました。ラーメン林さん、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。